メガネロックへの東京一人語り。ということで今週も始まりましたメガネロックの東京一人語りです。よろしくお願いいたします。この番組は大都会東京へ乗り込んだ沖縄芸人メガネロック親がラジオで語る本音の東京物語でございます。よろしくお願いいたします。記念すべき100回目の放送でございます。おめでとうございます。おめでバスターズ、おめでバスターズ。オープニングは、与田さんのゴーストバスターズから幕開けしましてで前回同様に、エビランドさん、バーバル店長の青石さん、ヨドさん、そして、なんともう本当にありがたい話なんですけども、このライブの前に撮ってるんでそのライブにも出てくださってる南根彩珠さんが来てくださいました。ありがとうございます。皆様こんにちは。長崎県出身の南の野市でございます。よろしくお願いします。大丈夫ですか？いや、ありがたいです、本当に。沖縄1回しか行ったことないんですけど。あ、行ったことあるんですね。一度行かせていただきました。すごい、プライベートですか？ライブで行かせていただきました。12年前に。何のライブですか？なんか、当時、那覇に、確か。あ、わかった。那覇チョップだ。それなんですよ。ご存知ですか？那覇チョップシアター。Kさんがやってる。そうだ、宮田さんがやってた。宮田Kさん。K さんって言われてもねリスナーの皆さんで僕も行ってました。那覇チョップ、へえ、ちょうど当時の事務所が那覇チョップの斜め前ぐらいにあって、はいはいはい、で、はいはい、行かせていただいて、でちょっとだけお世話になったりもしてたんで、もともと東京の高田の馬場にあるババチョップシアターという劇場の あれ海老さんも知ってる。おっと、僕養成所の時めちゃくちゃ出てました。わー、ほら繋がってくる。チェンチェン、はい、そう、チェンチェン、はいはいはい、チェンチェンという女の子の、まあ、演者さんがいらっしゃって、はい、でそのお父様が、まあ、宮田圭さんという方が、まあ、主催でババチョップシアターというのをやってたんですけれども、うん、東日本大震災をきっかけに沖縄に移住をされて、那覇チョップシアターというのを開くんですよね。その時に行かせていただきました。シアターめっちゃなんか聞き馴染みがあるの。僕もだって沖縄に行った時にそのチョップシアター那覇チョップのニコ生とか何回か呼んでもらって、やってた、ニコ生、はい、やってました。ババチョップシアターでもニコ生やってました。みんな繋がりましたね。おじいちゃんになったらしいですね。お孫さんが生まれたらしくて結構、家族が増えて、だから今回南根さん来てくださるっていうのがすごい嬉しくて、いや僕ずっとオンバトとかそれこそ R1 でヤジさん の, そのネタずっと見てて好きだったんで、いやいや僕の方こそ今日このイベントに呼んでいただきありがとうございますですよ。いや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 、コロナきっかけでもう何でしょう、廃業同然の人生でございましたので、そうです、もうなんだろう、もうこの4年間5年間フルタイムで働く一社会人ですよ。腕なんかブンブン回しますけれども、社会人が悪ふざけで今日ネタをやるんですよ。木魚を叩いてフリップをめくって波声で、やった、見てたやつだ、見てたやつです。あの人は今です。いやだからせっかくそのそれもなんか僕の SNS 八重さんがフォローしてくださって、でぜひよかったらっていうので、フォローしたきっかけがですね今年の R1 なんですよね。へ、なんて R1 グランプリに熱い方なんだと思って、感激して、でフォローさせていただいて、そしたら高校生の時からすごいお笑いエリートだったんでしょ。高校生の時からやってて、はい、高校生のお笑いの大会で日本一ならしてたりとか、めちゃくちゃすごい人なんだと思って、いやいや全然、でもそこから全然上がらなくて、ようやく最近からまた、いやすごいっていうのがあって、でぜひこのライブにもご出演ってなった時に、誰と一緒がいいかなと思って、せっかくだったらなんか懐かしいあの頃の話聞きたいなと思って、与田さんを、はい、お招きして、いや、なんで知らない感じなの。ヤジさん、もうね、でも与田さんはねもうなんか俳優さんなんだよね、僕にとってはもう、あ、もうなんか、そう、俳優さんの面も俳優さんの面もあるんですよ。いや、むしろ与田さんってもともとはあれでしょ、アクションスターになりたかったんでしょ。あ、いや違うんですよ、もともとはスタントマンになりたかったんですよ。やられる側、もっと上のやつだ。まあ俳優のもっと上のやつ、まあまあ本気でだから怪我とかすると、あのもうワクワクしちゃうタイプなんですよ。へえー、いや、なん
これはちょっといろいろ語弊があるんであんまり詳しくは言いたくないですけど、ちょっとやなんかそういう身の危険を感じると、はい、ワクワクしちゃったりとか、気持ち悪いですね。いやそうですね、褒め言葉ですよ、気持ち悪いですね。そうなんですよね。それがハラハラにつながってるんですよ、ね、多分そうなんですよ。そういうことか。だからそうですね。なうん、だからもともとはそういうなんか道でスターになりたいっていうのを僕は存じ上げてたので、はい、片手間でお笑いやってらっしゃる。ノワインは受けてましたね。受けてましたね。片手間で先ほどゴーストバスターズをやられてたんですよ。片手間であの声で返したんですよ。真っ赤になるまでやってました。私力加減ができない。凍ったバッターって言ってますね。多分ネイティブの人一個も聞き取れないじゃないですか。俺の英語聞いてやるんだよ。いやでもお二人ってその当時ライブシーンでご一緒したりとか、とんでもないとんでもない、あの年齢こそ同じだけど、うん、そうですよね、近い2年ほど先輩なんですよ、与田さん、あ、そうなんです、与田さんが、うん、で僕らはあれですよ、あのハレルヤ、これ分かんないか、あの大野康弘君と加藤直哉君って言われても分かんないですかね、ハレルヤっていうコンビが魔石芸能のお名前だけ、はい、あ、主任とカトゥーでおなじみの、そうそう、あ、カトゥー、今カトゥー直哉、カトゥーさんの元コンビがコンビの時で、で大野君が役者として大成功されて、そうですね、今ね、うん、大河にも出てきて、そうなん、言ったら先越された感じじゃないですか、いや俳優さんとしては俳優で頑張って頑張ってねえよ、いろいろおかしいな。そうそうなんです、だから、うん、僕らがいわゆる21の学年になるときに始めたんですよね、はい、で与田さんと檜山さんも、ね、高校卒業して、そうですね、もうすぐなんで、もう最初から大スター、そのやっぱり与田さんの当時のスタートダッシュ知ってる、はい、人が多分いないんで、僕らちょっと、じゃあダダダダダダダ陽さんもご存知じゃない漫才の入りで、あ、すごい、そんなのやってたんですね、もう20年以上前だけど、当時のフジテレビのなんかネタ番組でもう客席が一緒になってやってんの、なんで商品になれなかったんですか。おかしい、あ、そう、魔石芸能社はうっちゃんなんちゃんの次はホームチームだったんです。それだけの旗だったんです、はい、これを過去形で言わなきゃいけないのが悔しいんだよ。いやなんでナイツ加納栄子伊藤麻子なんですか。面白いですよ、ネタね、面白い、すごい、本当にすごかったの。だから僕らもせっかく東京来たから、うん、僕4年前に来たんですけど、うん、やっぱ与田さんがまだ第一線でずっと違う形でいるから、うん、どうにかお笑いにまたね、うん、来てほしいなっていうピンの。だからあれでしょ、ホームチームが爆笑オンエアバトルでガンガン勝ってた時とか、まだ小学生とか、だから僕とかそれこそ本当にビデオで、あの本当にあのタイマー予約みたいなので毎回録画して見てたりとかしてた時代ですから、だから僕がオンバト見せた時はキャンキャンさんとかがめっちゃ勝ってで、そこら辺の時に与田さんのホームチームも帰ってきてみたいな、もう一回出始めた時ぐらいですよね。だからさっきも収録前にね、もう24年前の話ですよ、爆笑オンエアバトルに初めて僕が収録に参加して、はい、玉8個で大惨敗を喫したあの日、ホームチームさんをコントで大爆発されてましたなっていう話を一切覚えてらっしゃらないと思うんですよ。いや僕も数多く出てる舞台の一個に過ぎなかったわけだから、仕事として、いや覚えてらっしゃらない、そうなんですよ、あんまりね覚えてないんですよね、俺昔のこと。そうなんですよ、なんかいつの間にか今日に行ってる感じですね。すごいっすよ、だからでもいや僕ヤジさんもオンバトのネタでもあの4回しか出てないんですよ、実は4回がよっぽどインパクトに残ったんじゃないですか、あれがめちゃくちゃお経のやつ僕大好きで、そう僕からしたらヤジさんもうどこ行ってもめっちゃ受けてるイメージしかないですけどね、ネタ爆発的に、いやいやそんなことないです、そんなことないです、そんなことないですか、そんなことないです、やっぱあのネタができるまではまあまあこれお名前出しても分かんないかもしれませんが、あの一貫さんからもう本当にもう全否定ですよ、本当オフィス開示者のオフィス開示者一貫さんという方がいらっしゃいまして、でその時もあのオンバトの収録の時もいらっしゃったんですよ、でもう腕組みして一貫さんがヤジ君はね
根本からやり方変えなきゃ受けるじゃないよ。皆さん喋り方そっくり。喋り方そっくり。バツッと言ってくる。根本から変えなきゃダメ。っていうので2年後できたのがお経漫談で、でそれ以降一貫さん主催のライブに毎回呼んでもらうようになったっていう。ああすげえ。すごいやもう。もうそれがもうでも20年前の話なので。そうなんですよ。あどうぞよろしくお願いします。てかやっぱ相変わらず与座さんは優しいな本当に。何でも受け止めてくれるんだよ。だから同い年だけどやっぱり先輩っていう。すごいな。あ、与座さんもよかったら東京一人語りまた今ちょっと。ああ、今ちょうどね。すごいっすねやっぱ。いやでもなんかね。何年ぶりなんですか会うのは。どれぐらいじゃないですか。ね、R1 の。多分3回戦8年前の8年前そう覚えてますよ僕ザコシショウさんが R1 を取った年のはい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 ルミネの予選3回戦で、はいはいはい、全員大爆笑なんですよ、はい、で与座さんが珍しく緊張されててはい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 でいやー自信ないんだよなって初めてですよそんなことをおっしゃる与座さんを聞いて、で僕がやっぱりホームチームのあの与座義明だからいやらしくないですって思わず声掛けしてっていうのが多分最後だと思います。それ以来です。どうでした受けてました。受けてたかな、それで受けてたら超良かったのに。いやまあまだ受けてたみんな受けてたから、まあ、みんな大爆笑、誰も覚えてないから受けてたってことにしましょう、はい、なぜか知らないけど一番テンション高かったのがあの三又さんがあの袖に戻ってきてよしってガッツリよしじゃねえよと思ってみんなでバカにしたっていう、はい、それが8年前の R1 の予選の3回戦、それ以来だと思います。8年ぶりってことですか。8年ぶりだと思います。SNS ではね、そうですね、メッセージはやり取りさせてもらってるんですけど、すごいな。だからもう大家さんありがとうございます。いやとんでもないです。今日はイレアでにしましょう。いやもう今日また今矢田ヤンムくんさんっていう、はい、エビ相性はいいわ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。準決勝も頑張ってください。与座さん、あのキングオブコント準決勝行ったことあるじゃないですか。もうもうすごい昔のね、ね、いやまだ芸人審査の時、ね、芸人審査の時、ああ第1回目、あの頃さ、そうですよね、もう16年前になるのか。あれ1回目の感じどうだった。その多分芸人審査だからスタジオにいたわけじゃないですか。はいはい、そうだそうだ。だってあれどこまで使えるのそれって。いやもうこれ喋ってあれだったらもう今日100回記念ですから、何かあったらそのディレクターさんがどうにかしてくれると思います、うん。あ、でもシステムが一番憧れてたもんね。コント師、全コント師見られるっていう、そうですね、うん、はい、どうだったんですか。初期のキングコント、あの点数採点するの、あれの感じというか、当時 その芸人界隈 その誰が行きそうとかだったとか、うん、1回目のなんかありました、そのキングオブコント。まあやっぱり芸人審査だから、はい、もうまあ本当にあのあれをそのさ、でも逆に、うん、その当時の芸人審査経験してる与座さんたちからすると、うんうん、今その、うん、あの5人のメンバーがやってるシステムって、うんうん、いいなって思うんですか。やっぱりあもう めっちゃいいと思うよ。やっぱりまあなんでかっていうと、純粋にもうなんていうかな、安心している立場、安心できる立場の人言ったらこうお金とか、まあ、仲間とか仕事とか もうちゃんと安定してて気持ちにバランス取れてる人見る方がやっぱりいい、まあ、でしょ、だって同じ今ずっとライブで頑張ってる人と売れてる人が同じ決勝にいたらやっぱ絶対肩入りしたくなる、まあ、そうですね、あんなに頑張ってるのを近くで見てるし、決勝まで行ってこの2組に選ばれたったら絶対こっちよねって、うん、どうしたってやっぱり人情としてなっちゃうから、で人情とコンテストはやっぱりね、お客さん目線全然違うから、やっぱりそこはね変わってくると思いますよ。ただ部外者としては確かに2008はちょっとそういう露骨な部分があったかもしれないけど、一応修正されてその次以降は点数制になったじゃないですか、はいはいはい、で1000点満点でっていう、であの時は僕は実は一番好きなシステムだったし、なおかつ
なんかこう盛り上がりがなんかこう2割増しというか、なんか審査員制度にその5人の審査員になってからなんかお客さん重くないみたいな空気をちょっと感じることがあったんで、だから僕はその2009からシソンヌさんが勝った14までのあの芸人審査システムの方が部外者としては、ただ与田さんの今の話ちょっと衝撃的だったんで、でもあなんか分かるっていうのも分かったんで、確かにあの芸人さんがいっぱいいる時のなんかネタ終わりこう芸人客席バーンってなった時にいろんな顔が見えるじゃないですか、そので今見たら違うように見えるかも、わあちょっと DVD 見よう。だからね、もしだってあの制度のままいってたら相性愛のさん今年もうそのスタジオで点数入れるっていう可能性もあったってことですもんね、あのポロシャツもらえるってことは。そうだね、まだ持ってます、多分家にある、楽しいよね、あれ憧れます、あそこで結果出す芸人さんもいますからね、あそうですね、そうですね、そうそこででも自分がって考えたら素直に10とかつけれるのかなって気持ち、まず準決勝に集中されてい、やすごいことですよ、すごいことだと思います、決勝絶対だから、このライブ前来てくれた半次郎さんがそれこそセカンドのノックアウトステージの前に来て、ここで修正した場所が当日爆破にして出しましたから、だからもうここに出た人はみんなファイナリストになるっていう傾向をちょっとつけていただきたい。沖縄の芸人さんってなんでこんな底力があるんですか、マジで羨ましい。でもなんか言われたのはすごいなんか芸能関係強いからなんか音楽屋さん行っても県でコーナーがあるのは沖縄だけみたいな、沖縄っていうコーナーとかジャンルがもう一個確立されてるからパッケージされやすいみたいなのは言いますよね、だから音楽とお笑いとかいろいろみんな芸達者でしょ沖縄の方って。そうですね、あの1回しか行ったことないですけど、なんだっけ、ユンタクっていう文化があるらしいじゃないですか、あの喋るみたいな、喋る、はい、そうそうそう、でなんかみんながこう三振を弾いたりなんか、みんながなんかそういうのができるっていうエンターテインメントのレベル高っと思って、なんだろうと思ってあれは。でもそうですよね、でも本当に上手いけどプロじゃないだけの人とかいっぱいいる、多分沖縄に生まれてたら俺芸人になろうなんて思ってない、おこがましいと思ってた。こんな芸達者の人たちの前無理無理無理と思って。うーん、だからでもそのね先駆者が与田さんだと思う。俺なの、はい、あだって楽器できるでしょ、あまあまあまあ正直、ね、できますけど、ね、楽器できるし、ね、ボイパーもすごい、あれはボイパーなのか。全然ボイパーですか。あそっか、だ僕だって与田さんそれこそエンターテイナーだなと思うね、やっぱそのおなら、はいはいはい、の音聞いたことあります、与田さんのおならの音なんだっけ、与田さんおならしないでくださいよ本当に。なんだ出ますか、はい、今ちょっと音入って音入ってるのかなんかちょっと、ちょっと待って、ちょっと出ます、はい、大丈夫ですか、ちょっとはい、ちょっと待って、これは何僕がその与田さんのこのおならの携帯模写が好きすぎて出したんですか、うん、あ出てないですか、ちょっと出てないんだ、口口口口口口、そうなの、口で口で、あ全然わかんなかった、嘘分かるよお前、ちょっとじゃあ音近づけよ、音近づけようとしたらすごいすごいでしょ、すごい、口で、いや、うまいなと思うけど、一国堂の応用編だよ、いや、すごい、いや、うまいなと思って、いや、ありがとうございます、それに至るまでの、いや、出るかな、含め、うますぎる、マイムがもう完璧で、いや、これはちょっと恥ずかしい、いや、ありがたいです、もう、これ、いつ頃からやり始めたんですか、これ、もうすぐできましたね、やってみようと思ったら、どこで鳴らしてるんですか、ね、喉の奥、でなどういう、うん、みたいな、あの肛門をイメージしながら、分かんない分かんない、自分の肛門を思い出しながらでここが腸でこっから音出すイメージ
でも口は全く動いてない。そうですね。確かに確かに。そういえば意識してなかったけど。そう。だから与田さんのこういうなんかその舞台で見ても面白いし、そのラジオとかでも伝わるネタ。これは伝わるか。でもそれで言ったら僕あのたけしさんのモノマネ大好きで与田さんの。あんたそんなことばっか言うんじゃないよみたいな。言えたでしょ。あのこの間さ、あの道にあのなんかうんこ落ちてたんだけど、これこんなところにうんこ落ちてるわけねえよな、かりんとうだよなと思ってこう近づいてみたんだよ。そしたらなんかやっぱ うんこに見えんだよな。でも絶対うんこ、ね、じゃねえだろうと思ってもっと近づいてみたんだよ。やっぱりうんこかな。でも絶対そんなわけないよなと思って、で一応持ってみたんだよね。でこれかりんとう、えっとで持った感触もやっぱうんこなんだよ。おかしいな、もうちょ一回食ってみようと思って俺食ってみたんだよ。そしたらうんこだったんだよ。聞いたことねえよ。たけしさんのそう、あと笑いすぎて全然喋れないたけしさんとかもあるんです。おいらたちがたけしさんのモノマネしてるんですよ。え、親がねえって言って似てる、与田さんに影響されて、与田さんにイズム、与田さんのやつやってるから俺もずっとよくやる、うまい。いや本当に、昔ねお姉ちゃんナンパしてね、ちょっとホテルに行ったんだけどさ、もう我慢できないからね、こうお姉ちゃんがシャワー浴びてる時にこれ後ろがクローって入ってよ、ちょっとおかしい、いいケツしてんなって、俺じゃごめんねっつって、ズコってやったんだよっつって、ああこれやっちゃったと思ってね、で前の方触ったらさ、なんかついてんだよ。ああ突き抜けちゃったなと思って、突き抜けちゃうんだよ、なんで突き抜けちゃうんだよ。100回目で何ちゅう話してるんだ。P の話ばっかりですよ、この。P 多いな。100回目 P の回にしましょう。ポッドキャストの話全くしてないけど。いやもう全然もうここから。これまね100まで積み上げた素晴らしいポッドキャストの話一個もしてないんです。いやもうここかもう 100回やったらもう一回またゼロに戻るんで、僕の中で。また積み上げていくだけなんで、うん、もう今日がまたもうそんな今日の切なな話だったんですね。切ななんだね。いやいやすいません、本番前に皆様ご協力いただいてありがとうございます。本番前だ。これから本番がありますね。そうでした。このメンバーが出てるライブの配信を今、はい、販売もしてますので、よかったらぜひ購入してみていただければなと思います。はい、イエスさん、なんか告知とかなんかお知らせとかありましたら。ちょうど3ヶ月後なんですけど、はい、東京では12年ぶりに独演会やります。やっぱもういやもう大家さんに刺激を受けて、月1でね4本ネタを出すってすごいと思うので、僕はそんな真似できないですけど、まあ、せめて単独はやろう、独演会やろうということで、うん、11月19日に、はい、赤坂チャンスシアターっていう小さな劇場ですけども、はい、やらせていただきます。これ行きたい場合はヤジさんの DM とか連絡、あもう本当に小さな劇場なので、もう予約するって方はお互い X を相互フォローいたしましょう。それでぜひ、予約していただいて、はい、もうありがたいことに結構もう半分以上はもうすごい、はい、いや12年ぶりですから、じゃあ見てやろうかっていう、はい、上から目線で予約してくださる方が結構ぜひね、ゆいばばらさんもお笑いとかありますんで、はい、今大家さんが毎月やってくださってるので、ぜひぜひまたちょっと何か機会がありますので、ぜひお願いします。ぜひよろしくお願いします。ここから僕らで相性、江野さんはもう準決勝が控えてるん で、はい、ですね、すごい本当に。あ、まあ、これが放送が21、放送がこれは21の次の週なので、28放送です。もう直前ですから。そうですね、もう直前です。うわ、はい、ぜひちょっとそうですね、
いろんなライブやるネタは決まってるんですか。もうほぼほぼもうこれだな。うわーいいなー、はい、1本はもうこの間順々でやったやつだった、うん、まあ本当だから今2本目をそうねもうやったやったっていう、そうですね、準決勝2本やんなきゃいけないですからね。そうそう、これきついよね。楽しみ。いや、準決勝行きたいですね。いやねえ、いやこっから行きますよ。ねえ、行けそう。滝さん、エールを。もし、もし決勝まで。はい。何が面白いの？何がつまり上がってるの？はい。大平たちが漫才やってた頃は、何が面白いの？何がつまりを。売れたら使ってね。最高、最高、いい盛り上がり。パンいただきました。すみません、予算もいろいろあると思うんですけど。やらせすぎじゃん。ヨタさんのカロリー高すぎる。あとでおにぎり一つ。一つかない。でもありがとう。ここだね、やっぱ同郷の強みな。羨ましい。100回切るんだよ、本当に。だからまたここで、まあ、200回の時はバーバラでまた記念イベントとかできるようにちょっと頑張りますので、その際はまた皆様よろしくお願いします。ということで今週ここまでです。また来週お会いしましょう。また今夜、バイバイ。